広島市内では今日も夜明け前から雨が降り続きました。午前7時半、原爆ドーム前です。先ほど6時前から雨足が一段と強まりまして、今もかなり強く降っています。そして元安川の様子ですけれども、かなり茶色く濁っていますね。中にはこういった木々も混ざっています。西日本に停滞している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、中国地方では大気の状態が非常に不安定となっています。降り始めからの雨の量は安芸高田市高田で323ミリ、広島市安佐北区三入で323ミリなどを観測。県内では多くの地点で平年の8月の降水量を上回り、すでに2倍以上となった地点もあります。安佐南区八木です。この時間かなり激しい雨が降っています。2014年に土砂災害が起きた山のふもとのこの道路ではですね、冠水してしまっているんです。車が通るのが難しくなっています。川が音を立てすごい勢いで流れていきます。さらにこちらの道路の一部が崩落し、深くえぐられています。県内の各地で雨の影響が続く中、広島市安佐北区、安芸高田市などの一部の地域では一時警戒レベル5の緊急安全確保が出され、各地で避難所も開設されています。急にすごく降ってきて、本当見る見るうちに周りの状況が変わってきたので、あ、これはまずいなと思って、大きな被害が出ないといいけどと思いながら、早く雨が止んでほしいなと、早く家に帰りたいですね。明日午前までの24時間降水量は200ミリ、さらに1時間降水量は南部北部ともにいずれも多いところで40ミリと予想されています。終わらない記録的大雨、最大限の警戒が必要です。